こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムロールをどうやってやればいいですか。もうダラダラダラってやつですね。ドラムロールっていうのはこういうやつですね。なんとかなんとか発表。こうやつですね。本当にイベントなんかでドラムセットがあるとこうやってよって言われたりとかすることが多いので、このドラムロールをまあ、ただただしくならないように、滑らかにドラムロールができるポイントを、いろいろお伝えしていこうと思います。まずはですね、ドラムロールのポイントですね、オープンロールとクローズドロールの違いっていうのがあるんですが、これ名前聞いたこともある人もない人もいると思うんですが、オープンと開いてるとクロー閉じてるっていう意味がありますね。あと、片手ずつ長く発音するコツ、こう、ドロロドロロっていうのを長く発音するコツがあるんですね。で、クローズにするポイント、クローズロールっていうところに近づけるためのポイント、練習するポイント、シンバルに行くときのポイント、シンバルに行くときにね、なんかこう、うまくこう、なんかこう、つながらない人が多いんですね。あと、ターゲットに行くまで、要はシンバルのターゲットノートに行くまでに、どんだけ助走するかっていう練習方法があるんで、これも練習しとかないとね、うまくいかないので、あと、ロングロールの時の音の揺らし方っていうことを、それぞれ一個ずつやっていきたいと思います。それでは始めていきます。はい、まずオープンロールとクローズドロールの違いですね。これ知ってる人はこういうふうに思ってる人も多いんじゃないかなと。こう、オープンロールっていうのは、こういうこう、タラ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 って音が一個ずつ見えるのと、こういうこう、なんとか発表みたいで、ドロ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 ってこう、数が見えないぐらい、こう、なんか細かい感じ。これでオープンとクローズと思ってる人多いと思うんですけど、僕が教わったのは違います。例えばこう、こういう風であっても、これはオープンなんですね。で、クローズって何かって言うと、片手が鳴ってる間に、ここに書いてある通りね、この、オープンっていうのは、右手が終わって左手が鳴り始めて、ここの境目がぴったりいってる。ここが開いてるのがオープンなのね。で、ここがこう閉じてる。要はこう重なってる形になる。要は右手がこう来て、その右手が鳴り終わらない前に左手が始まって、これをクローズというふうに言います。で、こういうのをバズロールと言ったりします。バズ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 ってことね。バズロールと言ったりもしますね。バズロールでオープンロールもできるし、クローズロール。まあ、違いはごくごくわずかなんだけど、これが要は滑らかか滑らかじゃないかっていうところのポイントになっていくので、一応名前的には、オープンとクローズで覚えてほしいです。ただ、世の中の人のほとんどがオープンなロールっていうのは、二つ打ち。これがはっきり早くなっても、声がオープンで、こういうのをクローズだって思ってる人は多いです。なので、そういうふうに考えてる人の時は、あ、こういうことを言ってるんだな。クローズっていうのはこういうことを言ってるんだなって思って、バズロールで叩けばクローズロールだなっていうふうに思っていただければいいですが、一応、このドラムロールをやるときに、このクローズにした方がやっぱ滑らかなので、オープンとクローズの違いを一応ここで理解しておいてください。はい。片手ずつ長く発音するコツですけど、片手ずつ力の入れ方がね、これがまあ強くても弱くてもいいんだけど、一様になってしまうと、例えば最初ギュッて力入れないと、でも力を同じだけずっと入れ続けちゃうと、結構すぐ止まっちゃうのね。だけど、これ緩くやっちゃうと、後半はバズロールになったけど、前半がバズじゃないじゃないですか。なので、最初ギュッて力入れる。で、その後、抜いていく。ここのポイントね。ギュッて力入れて、ギュッてすぐ力抜くのね。で、抜いたままこう支え続ける。で、長くすること、バズロールのポイントはですね、ここをこう握ったとき、ここ、こういうふうにつまむじゃないですか。ここをやっちゃいけないってよく言われるんですけど、こういうふうに間が、隙間が空いてる方がスティッキングはいいんですけど、これをギュッて締めちゃう。ギュッて押さえちゃう。で、こういうふうに。で、長くするポイントはさらにこうずらしていってあげる。だからよくロールをするときはこういうふうに、こう、最初にギューって力入れて支えてる力でこう伸ばしてあげる。そうすると長くなるから、これ。これを練習。で、右手は結構みんな行くんですけど、左手がね、同じように行かない。左手をよく練習してください。右手やって、左手やって、右手やって、左手やって、右手やって、左手やっての練習をしっかりしてください。で、まあ、この
一個一個が長く発音、ドゥルルルルドゥルルルルドゥルルルルルできるだけ長くなるように練習してください。まずこれが第一のポイントです。はい、クローズにするポイントですね。もっと大きく書けばよかったんだけど、いろいろこう調節してたらちっちゃくなっちまちまになっちゃいましたが、右手がね、ワーンで、ワン、ツー、ワン、ツー、これだとオープンって言ったじゃん。だから、ワン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、シー。わかりますかね？最初にこの、ワン、ツーって左手やってるとき、そのまま押さえつけといて、上げるタイミングをエンドのときに上げるわけ。だから右が、ワン、ツー、エン、っていう風に上げるのね。もうこれ止まっちゃってるけど、 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 っていう風に、やるとクローズ、つまりこう途切れる前に次の音が重なり始めてるから滑らかになるということですね。なのでクローズドロールのポイントとしては 1 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and っていう風に入れて反対の手を抜く、入れてエンドのとこで反対の手を抜くっていう風に練習をしてもらうと、クローズドロールに近づくんではないかなと思います。この練習をしてみましょう。はい、シンバルに行く時のポイントですね。最後の左手をこう1 and 2 でこういう風にこうクローズでやっといて、こう左手をこうもう左手に任しちゃえばいいの。左手がこうなるとタタ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 ジャンのところがなんか空白で開いた感じがするから、こうやって飛び乗って最後ピョンってこうシンバルの音が鳴るまで左手をこうバズでそのまま引き伸ばしておく。で、鳴ったら上にやる。左手に任せる感じでやれば、こう、タラララララララ、フォンっていう風にうまく乗っかる感じ。こういうこの、直線でギューって上げてガシャンっていうシンバルのこの。でもなんか、なんたらなんから発表とかいうのが、こう、ちょっとこう下がったところにガシャンってなるとかっこいいんじゃないですか。まあ両方できると。じゃ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 ドンよりか、じゃ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 、こう一回こう一回でデクレッシェンドしてからジャンってなる方がなんかこうヒュッて乗っかる感じがして僕は好きなんですけど、こういうシンバルに行く時のポイントとしては左手に任せて慌てずにシンバルに行きましょうっていうところのポイントでした。はい、ターゲットに行くまでの数ですね。まあルーディメンツっていうやつ、ナショナルアソシエーション、ルーディメントドラマーってナードっていうのがあるんですけど、その、教科書にまとめられています。これ全部四分音符で考えてもいいね。テンポがゆっくりなればこの間の数をたくさん埋めていくってことだね。これ、オープンで普通はやるんですけど、ファイブストロークっていうのはタラタタチャーンね、タラタタチャーン、右手と左手で言うとここが8分音符になる。タンタンジャン、タンタンジャン。これをダブルにして、これをロールにする。こうね。で、次、同じ音符なんだけど、これ3連符で埋める。で、3連符で埋める場合は、タタタ、じゃ左手でいかないと、これ、普通にルーディメントの場合は、ロールの場合も基本頭の音だけアクセントつけてこういう風にします。入りが入って出口まではタルルルラン、間は残響なので、で、これをロールにするときも頭はこう、頭はこうグッと押さえつけてっていう風にしてあげる感じね。で、奇数の場合は左手から入ると思ってください。じゃあ、次に9ね、9ストロークはタタ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 ジャン、タタ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 ジャン、タージャン、タージャン、タージャンのイメージで、11、あんま使わないっちゃ使わないんだけど、5連符です。カクチカコジャン、カクチカコジャン、タージャン、タージャン、
このね11は結構クラシックではよく出てくるんですね。なんでかっていうと5だとちょうど中間の8分音符のポイントが出てこないでしょ。要はタタタタだとじゃあじゃんっていうこうリズムが出ちゃうじゃん。でそのリズムを出すのにはジャズはすごくいいんだけど、クラシックの場合そこにリズムを感じさせず滑らかに行きたい場合は奇数を選ぶんだ方がいいわけね。だから5にするわけ。ここに間にこの8分音は感じないじゃないですか。なので、11番を選びます。で13の場合はタタタタタ、要はタカ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 、なのでこれをタカ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 ジャン、だからこれもリズムで安いわけね。13ですね。で15は今度7連符になります。黒田和義、黒田和義じゃん、黒田和義、みたいな感じですね。これもだからリズムが出にくい感じね。17になってくると普通にタカ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 タじゃん、1234の感じですっていう風に考えて、要はターゲットに対してどういう風な手順でいくかっていう練習をいろいろしておくんですね。これ考えすぎるとできなくなるんだけど、ちゃんと一回整理しておいた方がいいです。飛び箱飛ぶ時もあの辺まで何歩なんだろうって感覚でいけるようになるんだけど、最初のうちは結構計算していかないと、あれ右足で蹴っちゃった、左足で蹴っちゃったでうまくいかなかったりするでしょ。だから結構歩数数えたりするの。だから一時期それをやったらだんだん感覚でできるようになるので、感覚でできるようになるまでは最初このなんか結局あれ右手間に合わないやとか、あ結構間が空いちゃったなみたいなのができちゃうんで、この歌い方タタタタじゃん、タカタカタカじゃん、タカ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 じゃんっていう感覚で、この頭に行くまでにどれぐらい助走でこう足踏みしてクラッシュするのかっていうのをしっかりできるように一個一個丁寧に練習しましょう。はい、ロングロールの時の音の揺らし方ですね。まあだからなんとか発表、これはもう音量は高さで調節するだけなので、このままっていう風にやってあげるといいです。だからこう上にこうやって体をこうやって上げる感じにすると音が揺れて長い、なんていうの、それでは第1発表します。あこうドキドキ感で最後ロールしてっていう風にやってあげると、すごいこうドラマチックなドラムロール、ビンゴ大会の1位なんかがこうドーンって出てきて、みんなおーってなりがちになります。なのでこうやって練習してみてください。それでは最後にですね、あドラムあるんだじゃあっていうノリで、何かとこうあじゃあドラムロールやってよっていう感じでやらされる場合も多いですね。ドラムあるあるなので、ロールはもう絶対やらされることが多いですから、滑らかなロールでクラッシュに行くとこまでを練習しておくと、これジャズでもめちゃくちゃ使えます。滑らかに行くとね、やっぱりめちゃくちゃかっこいいので、ジャズのドラムとしてももちろんいいですけど、それ以外にもこういうこうなんとかの発表なんかでなんか単体でしょっちゅう使われるので、しっかり練習しておきましょう。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。